またその服？本日はこちらの衣装を着てもらいます。また随分軽そうですね。あなたにとても合いそうな衣装ですよ。いつも家でキャーキーキャーキー言ってっからさ。キャーキーって何？今回買ってくるところを買いました。どこですか？アリエクスプレスです。アリエク？アリエクです。もう直輸入にしました。買う回数増えたんで直輸入にしました。買う回数増えたんで直輸入にしました。買う回数増えたんで直輸入にしました。どうしたどうした。どうぞ開けてください。それではオープン。早く届いた。かなり早いです。そろそろ旧正月なんで頼むものは早く頼まないとね。あら、全身タイツ。はい、久々の全身タイツ。サムスかな、確か色的に。うん、サムスだと予想。サムスそんなキラキラしないよ。ビヨーン。お、何ですか？アバターです。今流行りのアバターです。私見たことないやつ。見てたことないんかい。これがジェームズ・キャメロンか。で、今回そのサイズがよくわかんないんですよね。え、適当に買った。え、フリーサイズってこと？いや、なんかね、バストとウエストのサイズが同じだった。だからまあ90から100ぐらいの買った。大丈夫なの？いいでしょ。まあでも全身タイツってことはもうみんな分かってると思うけど、剥がされるよね。なので今回広告つけません。ただ働きただ働きです。さよなら。何？私ついに広告つけなくなったの？まあとりあえず着てみましょうか。はい、じゃあ、とりあえずアバター着ていきまーす。と着てみたんですが、ちょっとなんていうの、生々しい。で、要はアバターといえどもすっぽんぽんなんで、でよく見てみたら彼ら彼女らもいろいろアクセサリーつけてたんですよ。ということで今回揃いました。すごっ。首飾りとチャラララララチャチャカチャチャカチャ、即席タオルで作ったふんどしと首飾り用意しました。これキッチンの手拭きタオルじゃないですか。おお、いいじゃんいいじゃん、こんな感じですね。ということなんでこれでもう一回着てみましょうか。じゃあ再び着ていきます。じゃーん。なんかリアリティあるね。これはいいんじゃないですか。うん、後ろ姿とかさ、後ろ見せていいよ。これ後ろはダメです、怒られそうなんで。いや結構なんかここら辺なんかリアリティあるね。うん、なんか、うん、まあこんなもんか。じゃあ鳴き声やって。鳴き声？はい、アバターの鳴き声してください。ヒュー。確かにそんな鳴き声しちゃうような気がする。しそうだよね。うん、ヒュー。違う違う。はい、やって。うわ、すげえやだ。はぁ。はぁじゃない。はぁ。やっちゃう。まあこんなもんですかね。いや、これで筋トレは取れないと思う。パンティ送り。パンティ送りだね。いやそうだね。まあ全身タイツだしね、そもそも。そう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 。いや、これ正直これで大丈夫なのかどうかも怪しい。うん、では皆さん、よかったらパンティアをご覧ください。上も取ってくれるの？全部上も取るの？パンティアでは取ってくれるの？パンティアも通報されて終わりじゃん。いや、着てるから大丈夫でしょ。でもほら、アバターはこれがだってスポンポンなんでしょ。いや、アバター基準があるの。そうそうそう。それにこれのアバターのためにメイクグッズ買ってあるんでしょ。買いました。当時はやる気がみなぎってたけど、はい、今ではめんどくさいです。青いやつ買ったそうなんで、メイクも完全にした状態でちょっとね、お披露目しようと。フィットネスは関係ないです。それではまた。 I see you。 そうなんだっけな。YouTube メンバーシップとファンティア、よかったら覗いてみてください。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。でもほら、アバターはこれだってスポンポンなんでしょ。いや大丈夫でしょ、味方の調子に大丈夫だった。確かに。でもあれもほら、組織見えてるから。